さて2024年も本格的に男の夏が到来、まさにサマーバレンタインということでな。今回は世界最強の中学生テニス選手を決める、世界最強ガチグランプリングを開催すっぞ。多分長尺動画になっていると思うので、睡眠導入用に視聴するのがおすすめです。ちなみにドイツ代表のベルティプロは中学卒業済みの社会人ゆえに除外していくぞ。世界大会は中学生枠での出場でしたが、本人はすでに大学を卒業していますからね。てなわけで早速グランプリング候補となる、地球を代表せしもさたちを一気に紹介していくぞ。まず最初の候補選手は越前龍馬くんです。アメリカジュニア大会4連続優勝という輝かしい経歴を持つスーパールーキーで、異名は東のスーパールーキー。相手の得意な戦略に飛び込んでは、しっかりと追い詰められてから打破したり、受けた技を模倣してそっくり返すなど、骨を切らせて肉を断つ殺法の使い手だぞ。漫画を面白い展開にするための施策ですね。戦闘スタイルはノーガードの超攻撃型。阿久津くんや日吉くんは与馬吉との戦いで緩急をつけるために攻撃の手を若干緩めた瞬間、一気に点差を広げられ、そのまま敗北していたな。つまりちょっとの隙を見せたら一瞬で狩られるということですね。主な必殺技は相手の顔面に向かって跳ね上がるサーブことツイストサーブ。スマッシュでも発動可能です。ラケットを両手で持ち替え、麻痺を無効化させる二刀流。アニメ版では手塚ゾーンも攻略しました。サーブの跳ね際を叩くことで変化を無効化させるスーパーライジング。もともとはゆうたくんの技ですが、割と我が物顔で使用してます。至近距離から相手の顔面を弾くドライブ A。シンプルに相手にぶつけるドライブボレーです。スライディングで打球の根元に侵入し、そこからすくい上げるように打ち放つことで、アルファベットの B を描くように、急に沈むショットを放つドライブ B。与馬吉のメインウェポンですね。なお回転量を倍にしたスーパードライブ B や光るオーラをまとわせた形態変化も存在するぞ。今後も進化すること間違いなしです。続いてドライブ D と同じ軌道を描くが、バウンド後は全く弾まないドライブ C。地味に強いですがあまり使われない必殺技です。ドライブ D を2連続で放つドライブ D。後部様戦でしか使われてませんね。審判台を足場にして飛び立ち。ドライブ C の倍以上の回転量を誇るボレーを高打点から打ち下ろす必殺奥義のクールドライブ。イレギュラーバウンドが発生するためバウンド後は全く弾まず地面を突き進み、バウンド前に触れるとラケットの面から顔面に向かって跳ね上がってきます。まるで相切りのような構えから打球を放ち、ネット横のワイヤーを利用してボールを真っ二つに引き裂くサムライドライブ。現役時代の南次郎さんはこの技で相手の毛髪を引き裂いていましたね。スマッシュを放つ際に体をひねることでコート上に巨大な竜巻を発生させ、その風圧を打球に乗せ相手を吹き飛ばすサイクロンスマッシュ。アニメ限定のオリジナル技です。また熱を帯びることで竜巻が炎の火柱に変化し、それを踏み台に武空術を発動させることも可能で、左腕に赤い竜巻を集中させることで打球にかける回転量を激増させ、手塚ゾーンの膨大な回転量を真正面から打ち破ることもできるぞ。これぞ最終回テンションです。続いて脳で思い描いた他人の技などのイメージを肉体の限界を超えて使用する無我の境地。要するに無限コピー能力ですね。ただし体力の消耗が激しすぎるため、陸海では実質禁止令が敷かれています。無我のオーラを適材適所に集中させ、その部位のスペックを高める百錬自得の極み。腕に集めれば攻撃力がアップし、足に集めれば移動速度が増します。無我のオーラを頭脳に集めて活発化させ、ラリーの流れを絶対予告する再起間髪の極み。つまりラリーや打球の流れをシミュレートできるってことです。全身から光り輝くオーラを発動させ身にまとうことで戦闘力を極限まで高め、同時にそのオーラで相手を萎縮させ弱体化させてしまう天衣無縫の極み。テニス選手の最強フォームです。オーラを打球に集中させることで打球の貫通力を飛躍的にアップさせ、ラケットを貫きコンクリにめり込むほどの一極集中型破壊力を実現させたホープ。威力が外側に広がり全てを破壊する元来のデストラクションを改良した技ですね。そして固有能力は主人公補正。これは絶体絶命に追い詰められるほどに強く覚醒して必ず勝利してみせる能力で。要するに公式戦闘の重要な試合ならば誰が相手でも必ず勝てるということだな。どんなピンチに追い込まれてもページをめくれば勝てるって感じです。そしてこの能力は南次郎さんの英才教育により付与されたものであると最近明かされたぞ。南次郎さんが監督を務めるスペイン代表のメンバーは全員がこの能力を持っています。いわゆる外付け主人公補正というやつだな。さて続いての候補選手は藤修介くんです。全国覇者声楽のナンバー2で異名は天才。関東レベルの選手ではあるが、その名と評判は全国に轟いているぞ。実質全国区みたいなものです。かつては相手の攻撃の威力を利用するカウンター重視の戦闘スタイルだったが、
アンダーセブンティーン選抜合宿で約2ミツとのエア対戦にてエア勝利して精神力を覚醒させたことにより、攻撃重視の新しい戦闘スタイルも開花。カウンターパンチャーとは全く裏腹な攻撃的スタイルでも戦えるようになったぞ。あまたのカウンターやクリティカルウィンドウをうまく組み合わせ、試合巧者すぎるシナジーを発揮させるのが特徴です。主な必殺技は相手のトップスピンを利用した超スライス回転により、バウンド後に弾まない打球を繰り出すツバメ返しと、スライス回転に対して超トップスピンで放つリバースツバメ返し。あと実はトップスピンがなくても発動できますが、その場合は回転量が足りず打球が若干浮きます。そしてバウンド前に処理される弱点を補うため、ツバメ返しよりもはるか前方で着弾するよう変化させた鳳凰返し、体を反転させて発生させる遠心力を利用してスマッシュの威力を吸収し無効化、そのまま相手の死角である真後ろに打球を落とすヒグマ落とし、今やいろんな戦士が使っている汎用技です。より耐久度を高めるために体の回転量を増し、両手グリップで繰り出すキリン落とし、ネットに飛び出す相手に対して、目の前でホップする打球を繰り出し、そのままベースライン上に落下させた打球を、向かい風に乗せて自陣まで戻してしまう白芸。戻した打球をネット前で叩かれるのを防ぐため、ベースライン上に落下させた打球を真横に跳ね上げる白竜。アニメ版では軌道を変えた白芸という形で全国大会の前のランキング戦で登場していました。相手の打球を包み込むように放つことでその打球の回転や威力を全て無効化し、相手が届かない場所に落とすかゲロウ包み。どんな打球も無効化する無敵の無効化技です。ラケットの両面を利用し二乗の超回転を与えることで相手が放った打球を失速させ、シンプルにネットを越えさせないヘカトンケイルの門番。中学生で唯一ホープを止めた必殺技ですね。まずコードボールを高く打ち上げることで打球を相手の視界から消し去り、すり鉢状の線上に吹く風により打球に不規則な回転を与えることで、上空からランダムな軌道で急速落下させる星花火。屋外だとただの超速ログになります。ボールをトスするときに回転を与えることで、打球が目の前で消えたかのように錯覚するほどの急激な変化を起こす消えるサーブ。瞳を閉じてきた打球を素直に返すことにのみ集中することで相手に次の手を読ませず、的確にコードボールを量産するクローズドアイ。最初は精神干渉系に対する状態変化と思われていましたが、実はコードボール特化形態でした。相手のスマッシュに飛び込みダイレクトにスマッシュで打ち返す青い吹雪。後ろに落とすヒグマ落としと併用することで相手のスマッシュが攻撃の起点となりました。相手の打球をより早く判断し脳から筋肉へ指令を伝達する工程を省くことにより、周囲の時間を止めてしまう光風。ただの徒歩が瞬間移動になるので点イム法も怠慢で圧倒できます。スイングの風圧にすらもないでしまうほどの優しすぎる打球を繰り出す。返球不可能の魔球キツネビ玉。ほぼ大リーグボール3号ですね。そして一度負けた相手との再戦では決して負けないという、同じ相手に二度負けない理論を持っているぞ。まあ再戦する機会自体がほとんどないんですけどね。でも変身系には有効だから強いぞ。続いての候補戦士は立花吉平くんです。全国ベスト8不動峰中の部長にして、元九州によくと呼ばれる全国区の戦士で、日本代表の追加メンバーに選ばれていたのだが、猛獣のようなシンクロが未完成ゆえに辞退。普段は比較的温厚な戦闘スタイルだが、猛獣のオーラを解き放つと激変し、怒涛の連続攻撃で叩き上げる超攻撃型のスタイルに変化するぞ。その戦闘力は藤君のヒグマ落としをただのスマッシュで破壊してしまうほどです。主な必殺技は無限に分裂させた打球を容赦なく相手に浴びせる暴れ玉だな。でお次の候補戦士は赤澤義郎くんです。名門セールドルフ学院をまとめる全国区のテニス戦士。その名の通りシングルスの腕前は全国レベルで、都大会では増えてなダブルスにもかかわらずゴールデンペアを破壊した実績を持つ。バックハンドをラケットの先端で打つ悪癖、ブレ玉により相手の集中力を削ぎ落とす。通称赤澤マジックが主なメイン武器であり、また乱れた精神を大声でリセットし、相手を萎縮させる大声無限リセットや、女子向けロゲ限定の点イム法も扱えるぞ。しかしアンダーセブンティーン合宿には呼ばれていません。だが全国区なので関東レベルの藤君より強いぞ。続いての候補選手は阿久津仁君です。名門山吹中テニス部の元部員、10年に一人の逸材と呼ばれし素質の持ち主で、異名は怪童。その才能は逸材集いし黄金世代と呼ばれる、今の中学テニス界でもズバ抜けており、都大会では身体能力の高さのみで英才教育を受けてきた山吉を圧倒。逆打小僧と言わんばかりに相手の動きを見てから体勢を変えて打球を打つ位置を切り替えたり、高速スライディングやキョンシージャンプなどアクロバティック勢かおまけの戦闘を見せつけ、世界大会では現役プロのアマデウス氏と対戦し、限界を超えた命がけの戦いの末、見事1ゲーム奪取した後、限界を迎え敗北。
試合中にはエキゾチックオブジェッペーンに酷似した巨大な打球を繰り出し、客席を吹き飛ばしかけたこともあったな。お頭の指示で高校生が守りに来なければ、客席は観客ごと吹き飛んでいましたね。そんな阿久津くんの戦闘力と生き様はアマデウスプロとお頭に認められ、お頭からは時代の日本代表の頭を託されたぞ。もはやポストお頭は不確定ですね。主な必殺技はオーラを打球に集中させ、拡散させるように解き放つことで周囲の全てを破壊するデストラクションに、己の心の弱さに一切の影響を受けない第8の意識を覚醒させ、10種の攻撃形態を同時に展開し事実上10体に分身する無持つ式だが、阿久津くんの場合は身体能力そのものが必殺技と言っても差し支えないだろうな。ちなみに阿久津くんの無持つ式はお頭の奥義の進化元みたいな感じです。スイス戦で敗北し帰国してからしばらく経つが、彼が最強という事実は未だ変わらないな。お次の候補選手は戦国清澄くんです。名門山吹テニス部のエースでジュニア選抜に選ばれた経歴を持つもさ、最も特徴的な要素は運だがそこに裏打ちされたシンプルな実力や試合巧者な一面も合わせ持ち、加えて動体視力は作中で最高クラス。アニメ版では関東ジュニア選抜代表に選ばれ、全国区の選手を差し置いてシングルスに抜擢。猛特訓で威嚇したボクシング式テニスで海外の巨漢選手と互角に戦い抜いたぞ。アメリカ戦は破格の扱いでしたね。必殺技は高打点から最短距離のセンターに超速サーブを叩き落とす古法と、おそらくは同じ要領の打球をスマッシュで繰り出す有法だ。さて続いて紹介する候補挑戦者は、我らがキング跡部圭吾様です。強豪評定学園の部長にして、中学生日本代表の主将、ジュニア選抜にも抜擢された全国区の実力者で、完璧なまでのオールラウンダーと呼ばれているぞ。異名はキングとかそんな感じです。特に素で他人の必殺技を真似するほどのテクニックは中学生の中でもトップクラスで、コーチ陣曰く跡部様は持久戦を好むあまり、そのテクニック面を存分に活かしきれていない。故に彼が本当の美に目覚める日を考えると、夜も眠れないとのこと。しかしながらこれらの輝かしい項目の全ては、持って生まれた才能により開花したわけではなく、本人の絶え間ない努力による恩恵。パッと見で俺様天才肌に見られがちな跡部様だが、実は底辺からのし上がってきた努力家型ってことだ。昔は地元じゃ負けしか知らなかったみたいですからね。そして最も得意な戦闘スタイルは持久戦。研ぎ澄まされし観察眼ことインサイトで相手の弱点と強さを見抜き、そこを持久戦で容赦なく突き崩し、精神的にも肉体的にも屈服させる。まさにタイブレイク前提の戦闘スタイルだが、本来のスタイルは超攻撃型らしいぞ。まあそれ言ってたの榊監督だけなので。主な必殺技は1度目のスマッシュを相手のグリップに当てラケットを弾き飛ばし、2度目のスマッシュを確実に決める破滅へのロンド、2度目のスマッシュをイレギュラーバウンドに進化させた失意への風が、2度目のスマッシュに衝撃波を乗せ、ラケットを再び吹き飛ばす同国へのジーク。1度目のスマッシュに強烈な回転を与えることで、発生するイレギュラーバウンドにより打球を2つに分裂させて相手を翻弄。さらに二択を乗り越え本物の打球を打ち当てた相手のラケットを超回転で弾き飛ばし、全てを失い無防備になった相手をスマッシュで仕留める絶縁へのフィナーレ。つまりブレて分身する二つの打球のうちの本物を見極めて打ち返したとしても、打球にかけられた超回転によりラケットが弾かれてしまう。死角を作り出すスマッシュというわけですね。続いてクールドライブと同じイレギュラーなバウンドを発生させるタンホイザーサーブ。初出は地味に網折りです。円形に広がる木の衝撃波をサーブと同時に発生させることにより、まるで猛吹雪のような衝撃を与えつつ、ガラスの飴を降らせてしまう氷のエンペラー。氷のエンペラーにより発生する木の衝撃波は周囲のガラスを粉々に破壊するほどの威力で、メガネも容赦なく破壊します。しかもサーブだけでなくショットでも扱えるので、メガネを装備した戦士はもう跡部様には勝てません。進化したインサイトで相手が反応すらできない視覚を暴き出す氷の世界。極限まで研ぎ澄まされたインサイトで関節や骨格の構造上対応できない絶対視覚を暴き出す跡部キングダム。次元を超えて全てを支配し、宇宙の一撃を放つ跡部ディメンション。攻撃が全ての次元を超えた宇宙の一撃なので、この次元では返すどころか理解すらできません。さらに跡部様は何らかの形で未来の自分の力を体感することにより、次元を超越したスーパー跡部様に超進化することが可能で、その状態でのみ発動できる未来のインサイトで自らの未来の可能性を見極めることにより、未来のさらにその先の未来へと何度も超進化する、インフィニートエボルシオンを発動することができるぞ。要するに近い将来に到達する高校クラスの戦闘術と、さらにその先の戦闘術を前借りするってことですね。まあもちろん身体的付けも支払うことになるがな。未来からの筋肉痛です。
そしてインフィニートエボリューションを果たしたスーパーアトベ様2様が放つ超最終奥義が、合理のエンペラーの未来の進化こと、アブソリュートゼロだ。気の裏による物理的な降雪とともに強力なエネルギー弾をぶち放ちます。まさに最強無敵のキングだな。さてお次の候補戦士は押したりゆうしくんです。朝廷学園の戦の技を持つ天才にして、くせ者役を担う王の右腕的な戦士。もともとはダブルス専門の戦士だったが、諸事情により全国からはシングルスも兼任。相手の裏をかくゲームメイクなどの巧みな試合運びでゲームを支配していくぞ。関西時代は気まぐれに大会に参加し無双していたらしいので、白石くんより強い説すらもありえますね。必殺技は1000個あるそうだが今回は割愛。また藤くんのヒグマ落としに消えるサーブやアトベ様の破滅へのロンドなどの技も扱えるぞ。かゆいところに手が届く関西人です。そして最も特筆すべき項目は心を閉ざすテニス。表情や挙動を隠し相手に次の手を読ませないことで、精神干渉系の技を無効化することができるぞ。催眠や洗脳も無効化できますね。まあ決勝本番ではがっつり洗脳されてたけどな。さてお次は大本命の雪村誠一くんが登場です。難病を乗り越え奇跡の生還を果たした最強王者立海大テニス部の部長で、1年生の頃から全国を制覇し続けた立海ビッグ3の一人だぞ。日本中学テニス界最強の全国区選手で、小学生の頃から神の子と呼ばれています。そして雪村くんのテニスの最も大きな特徴は、相手の必殺技を淡々と打ち返し続けることで、相手の脳裏にどこに打っても返されるイメージを浮かび上がらせ、恐怖心により体が萎縮し自滅していく、いわゆる X と呼ばれる状態に陥れ、そのまま五感を奪ってしまうことにあり、最新の雪村くんはこの五感剥奪を対戦前の挨拶、つまり会話で発動することが可能になっているぞ。要するに小粋なトークで五感を奪えるってことですね。あと技無効化のマジレス真剣が強すぎてショット系の必殺技はほとんど効かないし、たとえ初見の必殺技でも一度食らえば、次の瞬間には即時攻略できてしまうぞ。つまり相手は必殺技が効かないから普通にテニスするしかないのに、普通にテニスをしたら五感を奪われるってことです。主な必殺技はラケットをランダムに持ち替え左右で寸分たがわぬショットを繰り出すことにより、相手に次の回転を予測させず手塚ゾーン系統を無効化したり、ミクロ単位の四角を左右に切り替えることで、四角を暴く氷の世界を突破したり、攻守の選択肢を倍増させることにより、相手を幻覚で惑わせたりするミラージュミラー。自分自身の五感を自らの意志で放棄し、テニスに必要な感覚のみを研ぎ澄ますことで、天意無法の極みの輝きをはじめとした精神干渉系のデバフオーラをすべて浄化させ、さらに五感放棄状態ゆえに発生した四角を無造作に乱立させることで絶対四角を隠し、アトベキングダムを崩壊させたゼロ感のテニス。気を隠すには森理論ですね。約2セット分の時間を使って同じ攻撃展開をランダムに散りばめすべての攻略法を試すことで、水面下で虎視眈々と攻略パターンを確立させ、相手が失点する未来を上書きさせない、相手の未来を奪うテニスこと未来剥奪。要するに相手に失点する映像を見せつけ、それを現実にしてしまうってことです。さらに先ほど解説した固有能力である五感剥奪と徳川兄貴の予感をハウリングさせることにより、一瞬先の未来を過去のものとする超能力、セクステジンを発現させることもできるぞ。ハウリングは極めれば一人でも発動できるようになるみたいなので、高校3年生になった3年後の雪村くんには未来を見る超能力も備わっていそうですね。まあ3年後なら神だろうしな、予言くらいはしてくるだろうよ。さてお次の候補選手は真田源一郎くんです。王者立海大テニス部の副部長で、かつてはあの手塚くんと並んでプロに最も近いと呼ばれていた全国区の猛者だな。立海ビッグ3の一人で異名は皇帝です。相手の得意な戦術にあえて真正面から受けて立ち、真っ向勝負で叩き潰すことを信条としており、パワーに技術と全てのスペックが最高クラス。加えて6つの究極奥義を駆使することで、対戦相手を完膚なきまでにねじ伏せてきたぞ。ちなみに小児科現役勢です。主な必殺技は見えないスイングから突風のごとき超速球を叩き込む究極奥義。早きこと風のごとくの風。打球の回転を和らげ効果を半減させる究極奥義。静かなること林のごとくの凛。燃え盛る火のごとき攻撃を展開する究極奥義。侵略すること火のごとくの火。一部の隙もなくし様々な行動パターンを匂わせることで次の手を読ませない究極奥義。尻がたきこと影のごとくの陰。山のごとき鉄壁の守備を展開する究極奥義。動かざること山のごとしの山。雷のようにどこにでも一瞬で移動し、落雷のごとき打球を叩きつける究極奥義。動くこと雷帝のごとしの雷。さらに風林火山は乱心炎法に進化します。黒色のオーラを打球にまとわせてスイングし、
気の流れを強引に操ることで、一度打った後の打球の軌道を一度だけ変化させる黒竜一重の残、二度スイングし軌道を二度曲げる、ダブルクラッチこと黒竜二重の残、通常では間に合わない三度目のスイングに、風の見えないスイングを取り込むことにより、トリプルクラッチを可能にした黒竜三重の残、また未来ではセブンスクラッチこと黒竜七重の残を得得しており、幸運無下にして虚空が如しの幸運無下如虚空という、雷の進化版とおぼしき技も得得しているぞ。さて続いての候補戦士は柳蓮司くんです。立海ビッグスリーの一人で異名はマスター。王者立海の参謀を務める、全国区の強豪です。常に一手先を読み戦いを優位に展開するデータテニスの使い手であり、データマンとしての能力は間違いなく世界トップクラス。さらにデータテニスだけでなくテクニックも非常に優秀で、高い分析力と技術力を組み合わせることにより、どんなに不利な状況にも対抗することができるぞ。もともとはシングルス戦士でしたが全国大会からはダブルスで進化を発揮する人に変更されましたね。最も特筆すべき点はデータテニスを用いることで、ダブルスパートナーの戦闘力や能力を極限まで引き出す術に長けているということ。つまり誰と組んでもうまく回せる優秀なブースターでもあるってことです。また各々が何らかの手段を用いて必死に対抗していた点 M 法に対し、柳くんはそのままで半分だけ対抗できていたため、個人の戦闘力も相当なものであると推測できる。主な必殺技は低いテイクバックの姿勢から放つ、沈む超速スライスショットの構えたちと、相手の笛をつくように放たれる、弾まないドロップショットの打つセミだ。続いて紹介する候補戦士は仁王正春くんです。王者立海の全国区戦士で、異名はコート上のペテン師。掴みどころのないトリックプレイで相手を惑わせる戦術を得意としているが、仁王くんの戦闘力の根本にあるのは、誰にでも変身できてしまうイリュージョンという必殺技。仁王くんは中高生問わず様々な戦士に文字通り変身し、その戦闘力や必殺技を扱うことができるぞ。なんと別次元のテニスで海賊になることも可能です。ただし変身先の戦闘力やスペックは仁王くん自身の数値に依存してしまうので、すべてをそっくりそのままコピーできる、というわけではないのが難点だな。例えば夜巻千谷手塚くんに変身できても天 M 法の極みは発動できませんし、お頭の再現度に至っては本物の半分以下で、デストラクションを使用することもできませんでした。しかしながら能力自体は発動できるので、革命的テニスで圧倒するアムールの神さんや、戦いのすべてを支配する全知全能のゼウス様に変身すれば大抵の中学生には勝てるだろうな。まあその代わり精神的な消耗が激しすぎて今は封印されているんですけどね。あとメテオドライブという固有技もあるぞ。さて続いての候補戦士は桐原赤也くんです。王者立海唯一の2年生レギュラーで全国区の実力を持つ若き戦士。異名は2年生エースで、その名の通り中学2年生の中では間違いなくナンバーワンの実力者。そして最も特筆すべき特徴は、なんといっても集中力の高さだろうな。ぶっ続けで何試合も連戦することができるほどで、あの真田くんですらも最初は驚かされたみたいですね。ちなみに OVA では立海入学時に3強とプラチナ、仁王くん以外のレギュラーをぶち倒しているぞ。ヤルーくんはまだ入部していない扱いでしたね。そんな赤谷くんはとにかく短期決着に特化した超速攻型スタイルを好んでおり、タイムを縮めるためには相手の体を狙う残虐な流血プレイも厭わない。テンションが上がると両目が赤く充血して攻撃力にスピードと残虐性が飛躍的に高まり、さらにその状態で直接ダメージを受けると、全身が赤く染め上がるデビル化を発動させ、攻撃力とスピードが桁違いにパワーアップし、残虐性は以前とは比べ物にならないほどに上昇。自らの血液で相手の目をつぶし、その隙をついて吹き飛ばすなど、ほぼ全ての攻撃がライフ狙いに切り替わります。ちなみにこの状態は精神面への負担が大きく、放置すれば赤谷くんの生命を脅かすほどらしいぞ。立海の先輩方はこの件に関して危機感を覚え、すべての責務を他校の白石くんに丸投げしてました。そして赤谷くんはその白石くんと組むことでエンジェル化することもできるぞ。いわゆる正気のままデビル化するやつです。主な必殺技はボールを潰して突しあらかじめ不規則な回転を与えることによって、赤谷くん以外にはわからないランダムな方向に打球が跳ね上がるナックルサーブ。だいたい膝か顔面に飛んでいきます。息を止めて無酸素で動くことで限界まで集中力を高め、約10秒間だけ天 M 法な戦士と対等に打ち合えるようになる集中バースト。己の中に住む天使と悪魔を飼いならすことで、その爆発的パワーを自在に操る青い瞳モード。集中バーストを半永久的に持続させつつ、それ以上の速度を実現させる究極形態です。また無我の境地にも到達しているが、ショートスネークや白芸23の処刑など、素でも他人の技を扱える技術力を兼ね備えているぞ。無我の境地は雪村くんと真田くんも扱えますが、
立会は全体的に無が否定派なので、今後も使用することはなさそうですかね。まあ無我だけだと疲れるだけだしな。さて続いての候補選手は規定石郎くんです。沖縄東中の部長で26年間九州地区止まりだった沖縄を見事に全国大会まで導いた気象、片足でも日常生活を送れるほどの常人離れした体感により、どこへでも一歩で行ける全方位の宿地砲を東中で唯一発動することができる選手で、その圧倒的かつ広範囲な移動能力は攻守の両方でその進化を発揮させるぞ。つまりどこにボールを落とされたとしても一歩で追いつき拾うことができるということです。かつては瞬間移動した直後の打球の変化に対応することができないという弱点もあったが、今は2歩目の宿地砲も得得しているらしいので、この弱点はすでに克服済みと思われるだろうな。ちなみに特徴的なリーゼントはスタイリングに45分もかかるそうですが、その代わり海に潜っても形が崩れることはないそうです。主な必殺技は谷志くんも扱う超パワーサーブのビッグバンと、ラケットを裏手で扱うことで打つタイミングを遅らせ、相手の麻薬を狙い撃つバイキングホーン。カイくんの技でもありますね。そして打球が不規則な軌道を各ハブと大ハブ。両方とも平子場くんの必殺技でもありますね。要するに東中メンバーが扱う全ての必殺技は、来てくんが直々に伝授したものというわけだな。あと文太くんとの二刀流シーサーという合体技もあります。ちなみに未来ではパワーがさらに倍増しており、バウンド後にハブの軌道を描くハブ式ドロップを得得。さらに宿地砲も四角を突かれた打球に軽く追いつけるレベルまで強化されており、ボール自体の宿地砲をも可能にしていたぞ。お次は最近大活躍していた遠山金太郎くんです。大阪の名門四天王寺のスーパールーキーで、東のスーパールーキーこと与間吉と杖をなす西のスーパールーキーと呼ばれている戦士。素で大量に分身する俊敏性に、相手の手首を一撃で破壊するパワー、静岡から東京までを走り切った無尽蔵なスタミナに、合宿で培ったテクニックなど、初見では対応できない規格外すぎる戦闘力を持ち、さらにラケットを金属製に変えたことでメタル化して近代的な戦闘力も解放。加えて痺れてもお構いなしのど根性殺法も扱えるし、音で相手を洗脳する集団催眠や存在を無にするフレームも無効化できる。つまり基礎戦闘力や身体能力は作中最強で、なぜか精神干渉系も効かないってことですね。主な必殺技は上空から一撃必殺打球を叩き落とす、スーパーウルトラグレートデリシャス大車輪山嵐に、規格外すぎて高校生すらも攻略を諦めた、スーパーメガトンワンダーデラックス山噴火サーブ。二刀流で竜巻を起こし打球の出所を読ませない、超プロペラハイパワキンタズゴなムーブで、さらに常時テンイム砲の極みをまとっているぞ。もう意味わかんないくらい強いですね。そしてテンイム砲の極みをさらにエクストリームエボリューションさせた、心強さの輝きを放つスーパーテンイム砲にも覚醒済み、この状態での戦闘力は従来のテンイム砲をはるかに超越しており、本来相手を萎縮させるはずの光のオーラは、相手の悪しき心を浄化させ、光落ちさせる仕様に変化。また通常の戦士はテニスを楽しむ心を長時間維持することが難しいため、テニスを楽しむ心により発動するテンイム砲を長時間発動し続けることはできないのだが、心強さの輝きにエクストリームエボリューションしたスーパーテンイム砲は誰かを思う心が維持エネルギーに変わるため、通常よりも長い時間まとい続けることが可能。故にテンイム砲の極みの持続性だけに関しては、上位高校生をも超えていると言えるだろうな。さてお次の候補選手は白石蔵之介くんです。大阪の名門四天王寺の部長を2年連続で務めた選手。基本に忠実であり全くの無駄がない完璧なテニスことバイブルテニスの使い手で、そのスタイルの完成度はあの手塚くんが称賛するほど、アトベ様のインサイトに強さを見極められた際には人間性の高さが特筆すべき点と評価されていたが、普段は肩にカブトムシを乗せていたり、ぐるぐる巻きにされた左腕の包帯の中には純金のガントレットを隠し持っていたり、妙に独創に詳しかったり持ち芸がエクスタシーだったりと、実に大阪の人らしいユニークな選手でもあるぞ。テニスが普通すぎて話すことがないゆえ、ネタ寄りな解説にエスケープしてますね。主な必殺技は打球が円卓状に分裂し、地面で転がり続ける円卓ショットに、己のスペックを適宜適材適所に振り直すことで、その部位のスペックを極限まで高めるスターバイブル。速さに全振りさせることでテンイム砲に対抗できるスピードを発揮できるようになり、技術に特化させることで弱点を熟知しているテンイム砲な金ちゃんを貫通することもできます。そして未来では円卓ショットが巨大化し、趣味の健康を極めた影響ゆえなのか、アトベキングダムを素で無効化していたぞ。アトベキングダム無効化に関してはマテリアリサールされた幻覚ゆえに見透かせなかったという説もありますが、そうなると未来の白石くんの進捗が打球の巨大化だけで終わってしまうので、このアトベキングダムを無効化した案件は、白石くんの未来の力であると願うばかりです。
そもそもマテリアリサールって実体が存在する技だから、幻覚ゆえに見透かせない理論は効かないんだけどな。続いて紹介する候補戦士は千歳千里くんです。大阪の名門四天王寺のメンバーで、元九州に欲の一人でもある全国区戦士。相方である立花くんと同じく日本代表の追加メンバーに選出されていたが、猛獣のようなシンクロが未完成であることを理由に辞退しているぞ。ちなみにこの猛獣のようなシンクロの詳細は10年近く経過した今でも明らかになっていません。そんな千歳くんはその大柄な体格とは裏腹なテクニックよりの技術派戦士で、日頃から無我の境地についての研究を行い、その効力を常に最大限に発揮させているぞ。作中で最初に再起間髪に到達した戦士ですしね。主な必殺技は打球に地面と垂直な縦回転を強烈に与えることで軌道を真上にホップさせ、相手の視界から打球を消し去るか見隠し。つまり消えるサーブの縦回転版ですね。ショットでも使える分こっちのが上ですが。そして先ほども解説した無我の境地と再起間髪の極みも自在に操れるぞ。さてここからは海外の候補選手をピックアップ。まず最初に解説するのは国光手塚氏です。全国覇者声楽の部長にしてドイツ代表で、プロに最も近いと言われている全国区の選手。プロになるために単身でドイツへ飛び出し、世界最強中学生と呼ばれるまで成長しました。かつては声楽の柱という鎖に締め付けられていたが、中間管理職のような義務感から解放されたことで、テニスを楽しむ心を取り戻し、天衣無縫の極みに覚醒。一球でも多く相手のコートにボールを返した方が勝つという、テニスの根本を再認識させるような、模範的戦闘術で相手を圧倒するタイプで、またかつて抱えていた怪我や身体的な負荷は本場ドイツのトレーニングで全て解消済みだな。体のスペックも中学最強クラスです。主な必殺技はラケットヘッドが3点にミリ下がった状態から放たれる。バウンド後全く弾まずに転がり戻るゼロ式ドロップに、同じフォームから繰り出される、同じ効果を持つロブことゼロ式ロブと、通常のサーブと同じフォームから放つ、バウンド後に全く弾まずに戻るゼロ式サーブ。相手の次の打球を読んだ上で回転を操作し、すべての打球を手元に引き寄せる手塚ゾーン。ヨマ吉もちょっとだけ使えます。これを6割増しの逆回転で行うことにより、すべてをコートの外に弾き出す手塚ファントム。複合回転によりこの2つの効果を同時発動させ、無効化させる手段を無効化させるアルティメットゾーン。つまり手塚ゾーンが無効化されれば手塚ファントムで全てをアウトに。逆に手塚ファントムを無効化されれば、手塚ゾーンで全て吸い寄せられるってことです。そして無我のオーラを左腕一本に凝縮させ、相手の打球の全てを倍返しする100連自得の極み。手塚ゾーンとのシナジーが抜群です。さらに先ほど解説した再起間髪の極みと天衣無縫の極みも発動することができるぞ。なお天衣無縫の極みは発動時の起動効果で五感剥奪などのデバフを解除することができます。そして固有能力はゾーン。これはおそらく手塚ゾーンのことで、ボルクプロはこのゾーン能力を吸収し、一人でハウリングを発動させていたことから、国光氏も将来的には一人で運営取り引きと法政を発言できるようになるのかもしれないぞ。相手を吹き飛ばす国光氏とか、なんかちょっと嫌ですね。また手塚ゾーンは大宇宙に広がるテニス隕石を引き寄せることも可能で、テニス白亜紀はこの技の影響で文明ごと滅亡したと記録されており、アニメ版では手塚ゾーンで高層ビルを建設し屋上から無限のエネルギー玉を放出させたり、全身から青い声楽エネルギーを解き放ち、夜間基地に直ダメを与えたりもしていたな。続いての海外候補選手はエルマージークフリートくんです。実質ドイツ中学生代表ナンバーワンの実力者だな。国光氏は見えて日本人で、ベルティープロはもう社会人ですからね。パッと見の高圧的な態度とは裏腹な守備寄りの戦術を得意としており、その守備力は手塚ゾーンを発動した国光氏でも苦戦し膝をいたわるほど、デビル化の猛攻を受けても崩れない卓越した耐久度も持ち合わせているぞ。バリ片テニス選手です。必殺技は天衣無縫の極みに、ダブルスの奇跡ことシンクロ、そしてシンクロによるハウリングで発現した、4対2のダブルスを実現させるザイングレイツ、作中唯一のオーラコンプミンだぞ。お次の海外候補選手はオジュワールドロンくんです。フランス代表のナンバーワン中学生で、様々な忍術テニスを駆使して相手を翻弄し追い詰めるだけでなく、5つの精神干渉系からなる五者の術で、相手を精神的に追い込む術にも長けている。主な必殺技は大量のカラクリを用いた、種も仕掛けもありすぎる分身術に、空高く飛び上がる忍法、トンボ返しの術、カラクリでネットの位置を高める忍法、アミマシマシの術に、5つの精神干渉系からなる五者の術、そして正体不明の禁術だな。結局発動されなかった禁術の内容によっては、ワンチャン雪村くんクラスもありえそうですね。まあ世界ランク3位国の最強中学生だしな。さて続いては海外候補選手の大本命、ロミオ・フェルナンデス様です。
ヨーロッパジュニア大会を無傷で制覇した、国光氏と並ぶ世界最強中学生。心理術を用いた精神干渉系の戦術が得意で、ボールを突く音で相手を洗脳することができるぞ。異名はメンタリスタです。もちろん元の戦闘力や身体能力も最高クラスで、アトベ様の必殺技をさらっと攻略できるレベル。主な必殺技は特殊なヨガを行うことにより、体力を何度もリセットする無限体力リセット。バフが発生する状態変化もリセットしてしまうゆえに使いどころは意外とシビアな回復系最強必殺技です。心理術によって相手の深層心理の奥底に眠る F の念を数体召喚し空間で戦わせるマテリアリサール。実現不可能なミッションに挑むことで脳内ホルモンの分泌量を操作し、戦闘力を高める脳内ホルモン充填モード。発動した時点でプロ内定者のミスタータイブレイクとタイブレイクでなんとか戦えるレベルまで進化し、脳内ホルモンの充填率が 120% を超えると、スーパーアトベ様2様と同格の超戦闘力を発動させます。つまり上位高校生クラスになれるってことだな。お次の海外候補選手は瀬田くんです。スペイン代表で最も危険な中学生で、様々な特殊能力を駆使して相手の精神を破壊し、肉体的にも再起不能にする戦術を好んでいるぞ。悪魔的サイエンティストです。主な必殺技は会場内の全ての人物を敵味方問わず洗脳してしまう集団催眠。ロミフェル様から借りた本で学んだ独学の心理術ですね。初見の技でも1秒後には即時対応攻略し、コピーまでしてしまう初見技即時対応能力。ガチのコピー能力です。試合の全てを手のひらの上で操作してしまう、全知全能のテニスことオリンポスエイリスポース。簡単に言うとたとえポイントを取られても術者の得点になるという感じのオーラ技で、絶体絶命に追い詰められると強く覚醒する、主人公補正こと絶体絶命忖度により発言します。あと集団催眠による洗脳で他人の精神に介入し、無理やりシンクロを発動させることも可能だぞ。さて最後の海外候補選手は最強の遺伝子を持つ、史上最強のテニス選手こと越前洋が兄貴です。元日本代表ジーニアス10のナンバー4で、元アメリカの高校生代表で、現在はスペインの中学生代表だな。アメリカは学年の数え方が違うので、こっちの中3は高1になるんですよね。向こうは中学が2年で終わって、高校が4年あるって感じだぞ。つまりキコは兄貴もこっち来れば中3です。そんな洋が兄貴の基礎戦闘力は前世紀の南次郎さんと同じレベルでな。これは映画の設定ですが同一人物なのでセーフです。まず素手10球打ちもこなすし、分身かわしもなんのその、世界大会ではアマデウスプロに勝利したラルフ兄貴に勝利していることから、総合的戦闘力はすでに超高校生クラスを遥かに超えていると言えるだろうよ。まあヨマ吉のガキ兄貴ってだけで史上最強クラスなのは確定事項ですからね。メインウェポンとなる技は未だ謎に包まれているが、映画にてツイストサーブを使用していたことから、南次郎さんが発動していた必殺技は全て使用できると考えた方がいいだろう。手塚ゾーンと同じ効果を持つサムライゾーンも使えそうですね。固有能力はテニスを奪う能力。これは相手が使用する能力や技を文字通り奪ってしまう能力で、能力や必殺技を奪われた相手はその力が使えなくなってしまうぞ。ヨーガ兄貴と戦ったラルフ兄貴は弱点修正能力を奪われ、お頭もデストラクションを奪われかけていましたね。もしも返されたデストラクションを打ち返していたら、二度とデストラクションを打てなくなっていただろうとお頭が発言していたことから、奪う能力は技を打ち返すことで対象をコピーし、ラリーを続けることで奪うのではと予想されるな。ということはヨーガ兄貴もデストラクションを打てるんですかね。もちろん打てるぞ。まあお頭のを返したことでコピーしたのか、それとももともと得得していたのかは謎だけどな。ヨマ吉に打ち方を教えていた点から考慮すると、もともと習得していたと考えるのが自然だろうかな。一回打ち返しただけで技のシステムまで解析できていたらさすがに強すぎますからね。てなわけでグランプリング候補選手の紹介はこの辺でエンド・オブ・ジ・エンドとしゃれ込みつつ、いよいよ地球最強の中学生テニス選手を決める、世界最強中学生ランキングトップ10を発表するぞ。いよいよ2024年上半期の総決算が始まります。まず第10位は雪村誠一くんじゃねえの。すべての必殺ショットと精神干渉系を無効化し五感と未来を奪う日本中学最強の選手です。対戦前の挨拶と握手で相手の五感を奪えるので、並大抵の戦士では土俵に立つことすらできないな。もはやラケット忘れても勝てるレベルです。続いて第9位は阿久津仁くんじゃねえの。中学生では夜巻吉しか使えないデストラクションの使い手。これだけで大抵の戦士は倒せるし、エキゾチックオブジェッペーンを得得すれば、もはやテニス無双もやむなしでしょうね。予選リーグでの帰国からかなりの月日が経っているが、これだけの経歴があれば日本最強選手の立ち位置が揺らぐことはないだろうな。ちなみに心の弱さには影響を受けないらしいので精神干渉系は効かないと仮定しています。
続いて第8位は国光手塚氏だな。サーブは基本的に無敵で、ボールに触れることさえできれば全てをアウトにできる技術と、100連鎖1点位の3つのオーラ、そして世界最強中学選手の称号、ジーニアス10クラスの超高校選手との対戦歴があれば、まだまだ上がれるポテンシャルしかありませんね。そして第7位は仁王正春くんじゃねえの。中学クラスとはいえ変身は強いからな。試合を全て支配するゼウス様に変身すれば大抵の中学生は軽く倒せるんだろうよ。ちなみにここまでが中学クラスの実力者で、ここから先は超高校クラスになれる、インフレの最前線を走る中学生たちです。てなわけで第6位は瀬田くんだな。天威無法を的を前回金ちゃんと組んだ大曲がりのおじきでもきついレベルですからね。まず集団催眠で開幕精神 KO できるし、雪村くんより上の初見技即時対応能力とそれに伴うコピー能力も強力すぎる。さらにオリンポスイーリスフォースによる全支配に、集団催眠による精神介入からのシンクロと、ジーニアス10クラスとも互角に戦えた戦闘力はすでに中学クラスを凌駕していると言えるだろう。日本の最強中学生と比べても全く見劣りしない選手ですからね。続いて第5位は遠山の金ちゃんだな。全ての戦闘力が規格外であり、元から海外の決勝高校生クラスでも容易には止められないレベルだったのに、エクストリームエボリューションしたスーパーテンイム法とメタル化を経てさらに超強化されましたからね。スーパーテンイム法の極みの持続力に関しては超高校生とも互角に戦えるレベルだろうしな。山噴火サーブがシンプルに無双なのも強いです。そして第4位はロミフェル様だな。世界最強中学選手の称号を持つ中学生で、瀬田くんに催眠を伝承せし者であり、テニス史上初の召喚術ことマテリアリサールに、スタミナの概念を消し去った無限体力リセット、基礎戦闘力を超高校クラスまで高める脳内ホルモン充填モードなど、派手な必殺ショットは持たないが審議体全てを兼ね備えた、まさに最強の選手と言えますね。そして最強の第3位は我らが後部敬吾様だな。条件はあれど無限に進化を続けるがゆえに理論上では間違いなく史上最強ですからね。そして一度目の次元超越でたどり着いた未来のインサイトを持つ次元に到達できれば、インフィニートエボルシオンが発動し放題になるので将来的な観点から見ても間違いなく最強。まあ言うて実は氷の世界の時点で大抵の中学生は倒せるんだけどな。外付け主人公補正こと絶対絶命忖度をぶち越えた実績もめちゃくちゃ大きいです。で第2位はヨガー2期だな。トッププロクラスの基礎戦闘力に、テニスそのものを奪う能力、そしてプロにも勝った高校選手をも倒した、まさに最強の中学生と言えるだろうな。しかも来月から試合する予定なので伸びしろしかないのもポイントが高いです。そして第1位はもちろんヨマキチじゃねえの。公式戦ならページをめくれば誰にでも必ず勝てますからね。ゆえに、最強無敵ってことだな。昨年のランキング動画では主人公補正を無理やり能力扱いにして語っていましたが、まさかの本編にて公式能力化されましたからね。ゆえに、無敵だな。対戦ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただけると幸いです。あとよければ Twitter、Insta、Twitch もチェックしていただければと思います。動画のリクエストは Twitter の DM でのみ受付中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。